こんにちは、お伊勢屋けんちゃんです。今回はこちらの柚子胡椒を使ってですね、鶏塩焼きそばを作っていきます。それではいきますよ。はい、では鶏肉から。はい、続いてネギ、シシト、はい、ではここにお湯を少々。はい、ではここに合わせ調味料。はい、後ほど、焼きそばと一緒に仕上げるので、ちょっと、合わさったらこれでさらに出していきます。はい、では続いて焼きそば焼いていきます。はい、お湯少々。はい、いい焼き目がついております。反対側も焼いていきます。はい、裏面もいい焼き目がつきました。先ほど炒めた具材を戻して仕上げていきます。で、ここで塩を少々。はい、水分が飛んで、照りが出たらこれを皿に盛り付けます。お皿に盛り付けたら完成です。はい、では早速出来たていただきます。結構この柚子胡椒とししとうの辛みのパンチが効いて、非常にスパイシーな味付けになっております。ぜひ辛いものがお好きな方、おすすめのレシピです。美味しいですよ。